はい、皆さんこんにちは、田野修です。私はですね、今あるところでね、バスに乗っているんですけれども、実はね、ちょっと久々にバスで帰ることにしまして、乗ったんですけど、思いっきり間違えましてですね、終点まで来てしまいました。で、終点までね来ちゃってね、また折り返しするんで、別に時間はあるんでね、いいんですけど、そんなわけでちょっとね、撮影しちゃってます。誰もいないんでね。で、実はですね、バス、これね、タイ来てことある方お分かりだと思うんですけれども、今ですね、この赤バス、ここにねちょっと見えますけど、これでね、今8バーツですね。私ね、実はこれ何年ぶりだろう、もうバス自体はもう5年ぶり、5年じゃ効かないかな、もうちょっとですね、ずっと車だったんで、ほんとめちゃくちゃ久しぶりに乗ったんですけど、まず驚いた点、バス代がね、私の時 3.5 バーツの時代だったんです。これで年齢バレますけど、8バーツになってます。それからね、正面見えますかね、モニターがついてるんですよね。あ、人来ますね。はい、まあいいや。モニターがついてるんですね。これがね、すごく、運転手さん来ました。ちょっとお金払いますね。はい、出発です。はい、これでね、お釣りとね、こういうチケットですね、こういうのをくれます。お金、お客さん乗ってきましたね。はい、こんな感じでね、バスで乗ることになります。ちょっとね、人乗ってきちゃったんでね、あんまり大声喋ってあれなんでね、ちょっと一旦この辺で切りたいと思います。
はい、それではね、バス降りましてね、自宅のね、近所、まあ、近所ちょっと歩くんですけど、まで、来ました。まあ、ちょっとどういう動画になるかわかんないんですけど、ちょっとね、まあ、編集、うまく編集して、まあ、お皆様にね、お見せできればというふうに、思っています。はい、それではね、この辺で動画を切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。